おはようございます。2016年4月13日水曜日6時5分になりました。今朝はね、そんなに昨日のめちゃくちゃ寒いのに比べるとかなり、この季節らしいぐらいの天気になっているのかな。それまではね、また異常に暖かすぎたっていうのもありますけれども、そんなことでっていうのも変ですが、桜もね、もうだいぶ散ってきてるし、北の方ではそろそろ咲いてるのかもしれないですけど、もうね、これだけ、寒くなったりで風がすごい強かったので、かなり散ってきてますけれども、さて、今日はですね、Cネットジャパンからドコモスララネットと AI サポーターを開発、よく頑張ったねと声かけということで、スララネットっていうのは、学習システムですね。オンラインの、ラーニングシステムで、子どもたちのいろんな学習教材とかね、そんなのをこうやってるところなんですけども、それで、AI サポーターで先生がこうね、励ましたりとかなんかする代わりに、この AI が、よく頑張ったねとか、まだまだいけるねみたいなことを声をかけてくると。キャラクターがいて、そこにテキストがどうも出るような感じみたいなんですけれども、別にそんなのはね、音声でまたやるとかってできるんでしょうけど、で、その学習の到達度合いによって、その努力を褒める、さらなる努力を促す、気分転換を行うっていう、そういうシナリオがあって、でそれをこう使い分けると、でさらにプラスその雑談みたいなものにも対応すると。この雑談に対応するっていうのが本当かなとか思ってるんですけども、どのレベルの雑談をしてくれるのかなっていうのがちょっとこう気になるところではあるんですけれども、そんなことが人工知能でできるようになってくるということなんですね。で、確かにその生徒の数がこう増えてくると、先生の方としてはどっちかというと、そのね、その生徒の成績具合によってとか、あるいはもうその記述式の問題とかね、そういうのだったらどれが合ってる間違ってるっていうのをこう採点しなきゃいけないし、でまたその生徒によって理解度に合わせてまた教材を、変えるとか、説明の仕方を変えるとか、いろんなそっちの方にこう重点を置きたいのもありますし、そこができるのがその専門職の部分でもあったりするんですけども、もう一方のね、その励ましたりとかで、もうちょっと頑張ってみたいなことを言うのとか、よくやったねとか言うのっていうのは、その先生も確かにそれもすごくね、重要な要素なんですけども、それはもうその得意な先生と、やっぱりそこが得意じゃなくて教えるのが得意っていう先生とか、いろいろいるわけですよね。だからそのあたりをAI に任せようっていう発想なんですけども、確かにね、そういうところ、これ接客とかそういうのにもつながるんですけども、いいんですよ、そういうなのも。人件費削減とか、それこそ大きい話で言えば少子化対策とかになってくるわけですよね、こういうなのって。その少子化とか、あと人手が足りないとかっていう、その労働力が不足していることとか、いろんなことから考えると、そのどんどんその手間がかかることほど人工知能にやらせるっていうのは確かに正解なのかもしれないんですけども、ただこれでやっていくと、子どもたちがその生身の先生と接するよりも人工知能と接している方が快適になっていく可能性はありますよね。なんていうのかな、先生の方はやっぱり人間なんで、なんだかんだ
とはいえその聖人君主ではないんでね、当然ながらその日の気分だとか、あとその生徒のやっぱ相性ってありますよね、合う合わないっていうのがどうしたってこう出てくるわけですよ。で、それがまああるからその人間なんだよっていうのを子供がこう理解していくっていうかね、成長過程の中でそんなあの人間と接するっていう大人であったとしても、やっぱりそのいろんなその時の気分とか体調とか感情とかいろんなものでやっぱりこうちょっとなんかつっけんどになったり、なんかすごく丁寧に対応してくれたりとか、まあそういうのの違いが出てくる、そういうブレがあるっていうことを経験的にいろんなことを学習するっていうね、その人間っていうことを、人と接することを学習するっていうのもすごく重要なポイントなんですけども、ただそこがですね、こういう人工知能になると当たり前ですけど毎回同じテンションというか接し方をしてくれますよね。でもってなんかそのどう言ったらいいのかな、何を言ってもこう安心というか、別に激怒することはないし、なんか急にこうなんていうのかな、言葉に詰まってしまうとか何も言わなくなるとかっていうのもないし、だからそういうところにこう慣れてくるとですね、人間相手に喋るのがめんどくさくなってくるっていう子供たちが育つんじゃないかなと。あまりこういうものが広がっていくとね、常に同じテンションで返してくるっていうのが当たり前になってしまって、人間だと同じテンションで返してくるとは限らない、同じような会話になるとは限らないわけですね。その時のやっぱりそのどんな人でも接客業でも何でもそうですけど、やっぱりその時のね気分だとかいろんなプライベートなことの良かったこと悪かったこといろんなものを引きずってやっぱりやるのが人間なんで、だからそこが鬱陶しいって感じるような人たちが増えてくると、どん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 人工知能がそこは変わって対応していくと。それがいいのかどうかっていうと、まあ、確かにその快適な世界になるかもしれないですけども、ますますその生身の人間と接するっていうのはどんどん嫌になっていくっていうか、予測できないことが起こることに対してやっぱりそのストレスになっちゃうわけですよね。だからそうするとそこをどう、その感情をですね、自分の感情はコントロールする術をこう学ぶ機会がなくなっていくというか、それってどうなのかなって、なんとなくそのあたりがこうね、人によっていろいろ違うとかっていうこともわからなくなってくるし、ね、人工知能で割とその確率的な答えというかなってきちゃう可能性がありますね。その辺のこうばらつきをどうやって作っていくのか、これって本当なんか大きな問題のような気がするんですけどね。まあただどっちにしても、これからの世の中というか今の動きを見てると IoT と人工知能が広がっていくと、もうそのなんていうかな、どん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 個々の人間としてはわがままを満たしていってくれる世界になっていくので、生身の人間と直接やり取りするっていうのはすごいストレスになる、負担になるような人たちがいっぱい育つんじゃないかなっていう、そっちの方が私は気になりますけどね。さあどんな世の中に変わっていくんでしょうか。まあまあそれを見てみたいっていう気持ちも正直あったりするんですけど、いい加減なやつまあそんなところですね。さて、そんなところで6時も14分になりました。今日は水曜日ですねということで、毎週水曜日は週刊 IT トレンド X、ポッドキャストとかでも配信してますんで、そちらの方また聞いていただければなというふうに思います。今回も今回ねちょっとね面白いネタ
遺伝子操作の話っていうとちょっと違うかな。でもそんな話が、やってますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。それからホームページしっかりビジネスに活かしたいのであれば、インターネット集客再入門で検索していただくといろんなブログ載ってますんで、よかったらそちらも見てください。で、最新の記事、昨日書いたかな、にはちょっとね、今流行りのオウンドメディアのちょっとおすすめ本の話を書いてる。これね、結構ね、私はおすすめだと思います。割とあのオウンドメディアというか、そういうのあのトータルの話でね、文章のことから動画とか音声、まあこういうね配信、そういうものとかトータルの全体の話っていうのを書いてる本ってなかなかないので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。